ドームシアター京都は京都府京都市左京区岡崎最小寺町にあるコンサートホールである。正式名称は京都会館。京都市の所有で会館時の設計は前川国夫。1960年に会館。2012年より一部の改築及び改修が行われた。それに伴いネーミングライツによる現名称に改称し二千十六年一月十日に リニューアルオープンした。京都府内で唯一2000席の座席を超えるホールである。1960年から1995年まで京都市工業学団定期演奏会が行われていた。2010年に開館50周年を迎えロゴマークを決定した。また、50年前に開館式が行われた2010年4月29日に開館記念コンサートと同じ曲目である。 ルートビヒバンベートーベンの公共局第9番を井上道義が指揮する京都市公共楽団が演奏した。2003年にはドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選定。施設の老朽化に伴い2012年3月限りで閉鎖し約110億円を投じて改修工事に入り2016年1月10日に真相解除をした。 この工事費用の捻出のため、地元の電子部品メーカーであるロームに命名権を売却した。契約期間は50年で、総額52億5000万円という契約である。なお、命名権が適用されるのは改修工事による施設の新装会場からであるが、名称は会場に先んじて発表され、隣接する京都市営バスの停留所名も2014年3月22日から、 岡崎公園ドームシアター京都、宮古メッセ前と一足早く変更された。この再整備計画に対し、国際記念物遺跡会議の国際学術委員会は、前川国夫の代表作の一つである京都会館は文化財として重要であり、再整備計画は文化財としての価値に対して、取り返しのつかない害を及ぼし、美と調和を破壊するとして、危機遺産警告を発令する。 可能性を意見書の中で示唆した。これに対し、京都市は建物の形状自体がホールとしての機能を低下させており、改修ではデザイン性、機能性とも要求を満たせないため、委員会の意見を取り入れた上で改築を行うと回答した。改修工事では、北側部分にあった第一ホールは解体されて、新たに メインホール及びノースホールが作られ、第二ホールと会議場などがあった南側部分についても耐震改修等が行われ、サウスホールなどが設けられた。京都市は2019年10月ロームシアター京都の館長に演出家で劇団地点代表の三浦はじめ就任を打診。その際、元劇団員から労働組合を通して退職教養などのパワハラを受けたとの訴えがあり、 団体交渉が続いていた。三浦はじめ、本人がパワハラの事実はないと否定したため、京都市は2020年1月に三浦はじめが就任することを発表した。しかし、2020年2月14日後の発表に、対し土田秀夫、影山陽太、水沼健、吉本幸子、阿賀佐田中遊ぶ、笠井健一、筒井和子、倉田緑、 浜村修二、池部茜、北方小立、松田正隆、鈴江敏郎、平田織座、牧野望の演劇関係者や京都舞台芸術協会がこの選出経緯に対し説明するよう京都市に対し公開質問状を送った。その後、2020年3月19日京都市は新館長人事について、 同年4月に予定していた、三浦はじめの就任を1年延期して2021年4月1日に、すると発表した、ドームシアター京都、京都市美術館別館旧京都会館。ありがとうございます。